はい、ポンコツです。まあ、今回はですね、ちょっとあまりにも暇なので映画を見に来ましたというところですね。で、まあ映画館もそうですね、日本と同じようにこう R12、R15、R18 とかって、まあ、年齢制限がありますと。で、まあ映画のラインナップはこんな感じですね。まあ、ハリウッドから、まあ、アラビア映画もありますと。で、2018年まではそもそも映画を見ることができなかったということで、すごい、まあ、今でこそ普通に見れてると。はい。で、まあ、これがチケットマシーンですね。まあ、実際これをタッチして、まあ、チケットを買っていきますということなんですけれども、なぜかちょっと全然反応しないですと。で、まあ、スタッフの人に聞くとですね、土日は要はオンラインでしか買えないですということみたいなので、ここでゴジラ&キングコングを見ていきます。で、まあ、買い方は一緒ですね。こうやって時間を指定して、あとはまあ座席を選ぶだけっていうことで、まあ、こんな感じで座席が選べますというところですね。はい。なので、あとはもうこれで座席を選んでクレジットで買っていくだけと、まあ、至ってシンプルですね。で、まあ、チケット買った後はですね、お昼ご飯ということで、まあ、バンブーキッチンと言われる、まあ、アジアンレストランですね、来ました。で、こっちはですね、もうメニューが置いてないです。ほとんどと言っていいほど、もう全てこの QR コードで読み込んで携帯でメニューを見るというのが基本になっています。ちなみに、まあ、読み込んだ後のメニューってこんな感じでですね、まあ、ただただひたすらでかいですと。で、1ページあたりこんな感じでですね、まあ、これが56ページ続くということなので、まあ、見にくさはちょっと、まあ、なんかありかなという気はしますね。ちなみにアジアンレストランなので、こういった枝豆とかもありますと。で、値段がないとこれ約1000円します。むちゃくちゃ高いです。私はですね、まあ、飲み物はコーラを頼んで、で、食べ物はですね、初めてこのビビンバというものを頼みました。ちょっと食べ方が分からなくてですね、まあ、最初このまま食べてたんですけど、まあ、全然美味しくないということで、いや、これソースを混ぜるということにここで気づいてですね、まあ、混ぜた後はこんな感じですね。まあ、今度は今度でこれソース入れすぎたらむちゃくちゃ辛くて、ちょっとこれはこれでまた、まあ、ちょっといろいろありますね。結構高めでですね、このビビンバとコーラで2500円ぐらい取られてます。すげえショックです。で、映画館もですね、シアターが1から15まであるので結構広いですと。で、まあ、中身自体はそんな日本とそんな変わらないですね。で、今日の映画はこちらですね、こうシネマ LED テクノロジーっていうので、まあ、ちょっとよくわからなかったんですけど、まあ、時間帯がここしか空いてなかったっていうので、まあ、これで選びましたというところですね。で、まあ、シート自体はこんな感じですね。まあ、日本とそんな変わらないんですけど、ちょっとこのネオン的な照明がちょっと気になるところではありますけど、まあ、この一番端っこに1人座ります。で、スクリーンはですね、日本の東方シネマとかと比べると、まあ、心なしか小さいかなっていう感じで、あとは気温ですね、これ5度ぐらいでむちゃくちゃ冷たいです。もう完全に殺しに来てます。で、椅子はですね、押すと少しリクライニング的に倒れるような感じになってますということですね。で、この後ろに子供が来て、すごいこれ席蹴られました、後ろから。で、まあ、そうこうするうちに、まあ、こんな感じで映画が始まっていきますと。これは予告のところですね。はい。で、最後のエンドスクロールの途中でもう全員消えてしまいましたということですね。皆さんめちゃくちゃせっかちでした。はい。そして、まあ、帰りにスーパーでじゃがいもとお肉を買って、今日はカレーにします。はい、以上です。